はい、どうも、熊さんです。今日のニュースは、これこれです。あのですね、え、オーストラリアが、オーストラリアが安倍総理をベタ褒めです。もう、ここまでベタ褒めですかっていうくらい、安倍総理は素晴らしいと。安倍は世界のリーダーだみたいな感じで、めちゃくちゃ褒めてくれてます。なんでだろうなんだろうこの記事読んでいくとね、なぜか熊さんが照れてしまうというね、別にあの、熊さんのことを全然褒めてないんだよ。熊さん、全然一般市民だからね。だからだ読んでいくとね、ここまで日本人のことを褒めてくれるんですか、オーストラリアさんと。うん <laughs> 어. 安倍総理すげえな、というような記事でございます。はい。熊さん、あの、当然あの、安倍総理大好きなんですよ。うん。あの、今はもう親中派議員に囲まれて、まあ、いろいろと大変だと思います。で、中国に対して、まあ、逃げ切れない対応っていうのを、こう、どうしても迫られてしまってるっていう状況があるんで、安倍しっかりしやがれって思うことは多少あります。でもね、この10年くらいで日本ってとてつもない勢いで立ち直ってきたじゃないですか。あの、悪夢の民主党政権から。これはどう考えても安倍総理のおかげなんですよ。それはもうわかるじゃないですか。うん。安倍総理のおかげなんですよ。で、それをね、マスコミはね、 ともまともに報じないでもね、日本のマスコミがそんな対応だったとしても、海外は違うよと、海外の安倍総理に対する評価は全然違いますよというお話なんですよ。めちゃくちゃ評価高いです。ここまで高かったのってびっくりし、この後読んでいくんだけど、びっくりしますよ。もう、安倍は、安倍は世界のリーダーだみたいに書いてるんですよ。いや、いや、て、 照れちゃう照れちゃうなんか、日本人として、熊さんもなんか、照れてしまうんだけどと、と、うん。で、その安倍さんが何を見据えて、この外交とかをやっているのかっていうことも書いてくれていて、で、今ね、あの中国のとんでもない台頭に対して、やっぱり安倍を中心としてね、安倍を中心として、安倍さんとアメリカを中心として、やっぱり対抗していかなければならないと。だから、そのね、中国に対してね、中国に対抗する上で、安倍は欠かせないリーダーであると、いうことまではっきり書いてるんですよ。 日本のマスコミさ、もう自分の国の総理がここまで海外から褒められてるんだよ。うちょっとね、流したらどうだ、このニュース。いや、お願いだから、お願いだから、地上波で大々的に一回ぐらいさ、安倍さんすごいって言ってみてよ。 言ってみてみよお前らが褒めなくていいよ、お前らが褒めなくていいから、なんか安倍さん、海外からめちゃくちゃ評価高いみたいですって、はい、もう大体ね、マスコミが取り上げるのってさ、中国とか韓国が、<laughs> 安倍の野郎みたいな、そのね、安倍さんがこう土下座しちゃってる像のね、あの <laughs> 映像とかね、あのそんなのしか取り上げないんですよ、安倍さん、海外で戦れまくりでございますみたいないや、海外でって言よりもさ、中国と韓国が必死で叩いてるだけなんだよで、それをマスコミが必死で取り上げてるだけなんだよ、そう、海外ってあの2国しかないんですか,、まあ、か北朝鮮も含めて あの,あの厄介な三国のことばっかり取り上げてるんですよ、はい、中国、北朝鮮、韓国ね、この3つの国のことばっかり取り上げてるんよ、ね、マスコミ。お前ら、本当に毒されてるのか、おいそ、そう言われてもしょうがないような放映の仕方してるよ、そうじゃなくて、ねその、その他の国では、安倍さんは一体どういうふうな評価を受けてるのか、これをね、マスコミ報じてくれんかな、視聴率むちゃくちゃ上がりますよ、本当に。ま、うん、まあまあいいや とりあえずね、あのー、このね、オーストラリアからもう安倍総理、スーパーウルトラベタ褒めされてますよ記事、読んでいきましょう。れこれを読んでね、これを読んでね、気持ちよくなりましょう。はい。日本人、これ読んだら多分気持ちよくなると思うよ。安倍総理がもうオーストラリアからもう激烈に褒めたたえられているというニュースを読んでね、ちょっと気持ちよくなりましょうという動画でございます。じゃあ、いきますね。はい。 えー、欧州国立大学の学長、メドカーフ氏、安倍総理は再び日本を世界のリーダーに復活させた。安倍総理による日米豪え日本、アメリカ、オーストラリア、インドの協力は、北京を動揺させている。はい。日本の東南アジア援助は中国をしのぐ大成功と大絶賛。こうした政治家が戦後いましたかあ、いませんでしたよ。いませんでしたよ。あなただけですよ、安倍総理。はい、頑張ってね、これからも。うん。っていうか、中国への対応、中国への対応もっと厳しく、まあいいや。はい。えオーストラリー オーストラリア国立大学の国家安全保障カレッジ学長のローリー・メドカーフ氏はオーストラリアで最も権威のある安全保障の短科大学の学長であるその彼が安倍総理は再び日本を世界のリーダーに復活させた 安倍総理により、日本は東南アジアへの援助で中国よりも成功している。安倍総理が作った日米、オーストラリア、インドのこの4カ国の協力は、北京を動揺させていると、えー、オーストラリア経済史で大絶賛しているのだ。はい。日本のメディアが全く報道しない、こうした世界の事実を今日はしっかりとご紹介しようっていう非常に気持ちいい記事でございます。いきますね。えー、メイドカーフ氏、安倍総理は10年前の戦略的な総鬱状態から日本を復活させた。はい。 この10年前の戦略的な創墜、戦略的な創墜状態って、もう民主党むちゃくちゃ言われてるな。<laughs> これ、民主党政権が計画通り日本を沈没させようとしていましたっていうことだから、民主党のことをむちゃくちゃ書いてるね。ちょっと面白いね。うんえー、7月10日、えー、オーストラリア経済誌、オーストラリアンファイナン、フィナンシャルレビューは、えー、オーストラリア国立大学国家安全保障カレッジ学長のメイドカーフ氏の論文を掲載した。その論文のタイトルは、 え、安倍総理は再び日本を世界のリーダーに復活させたというものだった。すごいね。気持ちいいね。日本人としては本当に嬉しい限りだ。以下、その一部を紹介しよう。 え、ビット1 9時代におけるオーストラリアの率直な外交には、え、広大なインド太平洋地域全体での新しいパートナーシップの統合が含まれる。先月の焦点は、モディ首相のインドとの戦略的協力だったが、今は、今は日本だと。はい。え、木曜日の夕方、モリソンオーストラリア首相は、日本の指導者である安倍総理安倍、安倍晋三総理とオンラインによるワーチャル首脳会談を実施した。しかし彼らのリーダーシップにワーチャルなものはなかった。 <laughs> なんか英語ってかっこいいね, <laughs> なんかね、うんえー、国防、サイバーセキュリティ、香港に関する彼の最近の表発表が証明しているように、モリソン氏は戦略的混乱の挑戦に立証している。 一方、安倍総理は、立ち向かう政治的困難が何であっても、並外れた異行を持っている。彼は日本で最も長く首相を務めており、10年前の戦略的な総鬱状態から、かの国を復活させるために多くのことをしてきたと。はい、10年前の民主党の戦略的な総鬱状態ですね。<laughs> うん。民主党のこと大嫌いなんだろうね、メドカーフさんね。<laughs> えまさに、オーストラリア最高の安全保障の専門家が、悪夢の民主党政権で崩壊状態だった我が国が、安倍総理に によって立て立直され、我が国を世界のリーダーに再び復活させたと指摘をしているのだそしてモリソン首相と安倍総理のパートナーシップがインド太平洋地域を動かしているとも指摘しているインド太平洋地域を日本が動かすこれは悪夢の民主党政権時代には想像もつかなかったことだ本当本当そうだよねもう民主党政権時代海外からもバカにされてさ <laughs> 冷めたピザとか言われてお前なんだよなんでうちのお前トップが冷めたピザとかお前そんなこと言われなきゃいけないんだよと思ってたけどうん <laughs> まあ 民主党政権なら当然かなはい。あの政権終わってよかったね。はい。行きますね。えー、メドカーフ氏。安倍総理により、日本は東南アジアへの援助で、中国よりも成功していると。はい。そして、えー、メドカーフ氏は、さらに安倍総理の異業を指摘する。 この安倍総理の意義には国家の安全保障上の役割を正常化したことや日中が争っている尖閣諸島、ウオツリ島に対する中国の主張を阻止することが含まれている。より広い意味では安倍総理は主に中国の台頭と威嚇への対応としてインドからオーストラリア、東南アジア、ヨーロッパへのインド太平洋パートナーシップを構築するために創造的な外交を開拓してきた。はい。それがね、これ安倍首相が構想している、えー、と安全保障のダイヤモンド構想というものらしいんですけれども はい。この中国に対抗する。中国、まあまあ、ロシアも含めるかな。中国、ロシアに対抗するために、日本と、インドと、オーストラリアと、で、ハワイにあるあの米軍基地、まあアメリカだね。この4カ国が結ぶこのダイヤモンド。この4カ国で、中国の脅威っていうのを、えー、押し返していこうっていうようなあ安全保障のダイヤモンド構想だね。うん。これを何年も前から安倍さんは考えていたんだね。やっぱり、やっぱりすごいね。本当にすごいね。やっぱもう一気くらいやってほしいね、安倍さんにね。 で、ここでメドカーフ氏は、安倍総理が平和安全法制や、えー、国家安全保障会議を創設、そして日本版海兵隊の設置や海外での宣伝戦の強化をしてきたことを異業として称賛している。そして、そうした防衛努力だけではなく、中国包囲網としてのインド、オーストラリア、東南アジア、ヨーロッパが繋がるインド太平洋パートナーシップを作り上げたことを絶賛しているのである。はい、実際、あの、安倍さんってさ、こう、調理になってから外遊めちゃめちゃ行くじゃん。 うん、中国周辺の東南アジアの諸国がメインだと思うんだけど、外遊めちゃめちゃ行って仲良くしてきてるわけですよ。これが今中国包囲網を作り上げるのに大きな役割を果たしてるってことだね。うん。やっぱすごいな、こういうこと、安倍さんな。えー、メドカーフ氏は安倍総理が行った東南アジアへのインフラ投資について中国よりも成功し、今これが外交的影響力として花開きつつあると、これも絶賛している。もう絶賛の嵐でございます。はい。えー、日本は中国よりも東南アジアのインフラ らへの投資を増やし続けており安倍総理はこれを成功させそして長い援助実績を外交的影響力に変えようとしているっていうことだね、うん かっこいいね。こうした現実は今日本においてこの政権を変えるべきではないことを明確に示している。<laughs> 超応援してます。オーストラリア、安倍総理のことを超応援してます。すごいな。え、メドカフ氏、インド太平洋パートナーシップは安倍総理とモディ首相の議論から始まった。中国は、えー、に、にえ、日本、インド、アメリカ、オーストラリアが協力している地域を侵略できない。北京は動揺している。はい。いいね、いいね。で、またメドカフ氏は、インド太平洋パートナーシップ の始まりは安倍総理とモディ首相の議論から始まったと指摘する 私の最近の著者が明らかにしているように、インド太平洋における新たな連帯の重要な瞬間は、トランプ氏のショック勝利を受けた2016年11月に、安倍総理とインド、モディ首相が新幹線で日本を横断した際の戦略的な話し合いだった。まさに、安倍総理が作ったのが、インド太平洋における、えー、日本、アメリカ、オーストラリア、インドを中核とし、そこに、えー、オーストラ、えー、欧州、えー、ヨーロッパや、えー、東南アジア諸国が参加するパートナーシップ、つまり対中包囲網である。確かに 今アメリカが作り上げようとしている対中法囲もこれ安倍さんがずっと構想していたものと全く同じだよねいやすごい先見性だね安倍さんでうんもうマスコミがあまりにも安倍さんのことをよく報じないからね もう日本人もなんか安倍さんも広大かなとか熊さんもなんかそんな雰囲気にちょっと影響されてきちゃってたんだけどこれを読むとやっぱり安倍さんってすげえなっていうのがなおさらわかるねこれは動画にしてよかったなと今はね思っちゃってるわうん中国はインドと日本が真に協力している地域特にアメリカとオーストラリアが連携している地域を支配することはできない四極安全対話の論理が <laughs>、えー、北京を動揺させていると、うん、まさに安倍総理が作った包囲網により中国は侵略できずそればかりが 動揺しているというわけだ。はいえ,え。つまり中国に対する。それの動きを容認しない。世界的な動きは？ 香港問題はきっかけに過ぎないのである。安倍総理が10年近くをかけて作った、緩やかな包囲網に中国は絡め取られ、そこで相変わらずの暴虐な行為をした結果、安倍総理の罠カードのような包囲網が発動し、中国自身の首を絞めているというわけだ。かっこいいね、かっこいいね。なんか遊戯王を思い出しますよね。うん。遊戯王のね、トラップカードみたいなのをね、安倍さんがこう中国の周に敷き詰めていて、今中国はそれにハマってしまったと。ハマってしまったということだね。かっこいい。かっこいいのが、ええー、なんか英語、 英語圏の人たちって、なんか文書、かっこいい文章書くよね。気持ちいいな、読んでて。うん。<laughs> 安倍総理が10年近く、世界のリーダーと会い、安全保障と経済協力を行い、中国の脅威や問題点を丁寧に説得し、日本の魅力を売り,え売り込み、丁寧に編み上げたのがインド太平洋パートナーシップなのだ、と。はい。 いいね、いいね、かっこいいね。これほどの偉業を成し遂げた総理が戦後いただろうか。しかも、日中の国力比は絶望的な差がつきつつあり、経済や若年人口の絶頂期であった池田、田中、大平、中曽根政権の頃よりも、日本にとって厳しい状況なのは言うまでもない。そうなんだよね。うん。この頃はね、中曽根さんの頃ぐらいまではね、もう日本人、どんどん人口自体が増えていっていて、国としての勢いがね、放っといても上がっていってたんだよね。 でも今って、もう、その、そういう、その点を見たらもう衰退期なんですよ、完全に。にもかかわらず、安倍さんすごいね、ということなんだよね。うん。しかし、 とにも、くにも、安倍政権は、この厳しい状況の中、対中包囲網を見事に中国をなだめすかしながら作り上げ、今日の成功を得たのである。今、この最後の中国を変革し、路線変更を迫る機会を逃してはならないと。はい、そうですね。うん。なんかいい書き方だな。うん。なんか、安倍さんもなんか真鍮になってきてんじゃないのとかこう言う人多いんだけど、熊さんもなんかもしかしてそうなのかなとか思って不安だったんだけれども、それを海外はどう見ているのか。はい。安倍さんは、うまいこと中国をなだめすかしてるだけだよ。だって結果を見て ご覧なさいよと安倍さんがやってきた結果を見てご覧なさいよ。今、安倍さんがやってきたこの活動こそが、この活動をアメリカも見習って、その安倍さんのこの活動こそが今、中国を最も苦しめている中国包囲網を作り上げているんだよっていうことはね。賢いね。 オーストラリア、さすがにこのオーストラリアのね、大学の学長さんだよね。賢いよね。もう、もう、やっぱ日本のマスコミとは全然違うよね。うん。安倍さんはやっぱ真鍮じゃないんだよ。真鍮じゃないんだよ。うん。我々にと、我々が見ても真鍮に見えるくらい上手に中国をなだめ透かしながら、でも裏ではきっちり対中包囲網を作り上げていたってことですよ。気持ちいい。 気持ちいいな、おい、おい。そのためには、今こそ安倍総理に力を、国民の皆さんの協力も必要なのですっていう文章ですね。いや、もう気持ちいいことしかない文章でございましたね。もう、ここまで海外のメディアが安倍総理をね、あの、べた褒めするってすごいね。でももしかしたら熊さんの知らないところでこういう記事いっぱいあるのかな 熊さん、あの、英語ちゃんと読めないからさ、こういうの気がつくのすごい遅いんだよね。めちゃめちゃ遅いんだよね。うん、日本語に訳されてから、やっと気がつくみたいな感じなんだけど、もしね、あの、英語に強い方がね、この、なんだろう、リスナーにいらっしゃったら、なんか、他にもね、こんな記事あるんだよ、みたいなのをね、なんか、熊さんの,あの、なんだろう、書き込みでもいいし、えー、ツイッター、ツイッターの方にでもね、書き込んでくれたらね、えー、熊さんね、自分の翻訳はできないんだけれども、あの、グーグル翻訳でね、グーグル翻訳で、アメリカさんのグーグル翻訳でね、日本語に、ね、訳して読んでみたいなと。 思ってますので、もしよろしければ、あの、そんな連絡をください。はい。いやー、気持ちいい。気持ちいいね。戦後のね、総理でね、ここまでね、海外からね、うん、賞賛された人っていうのはもう多分安倍さんくらいなんだよね。やっぱり熊さん、この記事を見てね、安倍さん、応援していこうって思いましたはい。というわけでね、熊さんの動画終わりたいと思うんだけど、こんな感じでね、こんな感じでね、日本のマスコミがチッ ちっとも報道しないんだけどやっぱ海外では安倍さんこんな感じで褒められてますよっていうような記事を見つけたらねまたどんどん動画にしていきたいなと思っていますのでもしよろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、では熊さんの動画を終わりたいと思います。さ、はい、さん、安倍さん頑張ってね 頑張ってね安倍さん。本当に。なんか最近、熊さんもメディアにちょっと毒されてきてて、なんか、あれ、安倍さんもしかして中国より、中国よりじゃないと思うけど、ちょっと配慮しすぎ、できれば、李登輝さんの総理の葬儀も行ってほしかったとか、なんかいろいろね、あの、あの、胸にモヤモヤが溜まっていたんですけれども、この記事を読んだおかげでね、やっぱり安倍さんすごいって思うことができました。はい。これからも安倍さん応援してるんで、頑張っていきましょう。頑張っていきましょうというか、頑張ってください。え、熊さんもなんかできること、うん、何もできない、何もできないんだけど、なんか応援できることがあったら応援します。はい。というわけで熊さんの動画終わりたいと Bye bye.